なんだ?
Nande? Nande? それではどうしても我らの要求を拒むと。不同意。飲めんと言ったら飲めん。だがドワーフの要求する金額も常識を外れているではないか。我らとて物は不足しておる。物価が高くなるのは仕方ないことじゃ。そうか。ならば考えがある。谷の外で 騎士団の精鋭たちが私の命令を待ちわびている。この谷がどうなっても後悔しないのだな。結局武力に訴えるか。騎士とは名ばかりのチンピラどもめが。なんだ時様、もう一度言ってみろ。クロス控えろ。ですがクロス、 騎士団の誇りも地に落ちたようだの。ガウェインの頃とはえらい違いじゃ。フン、ガウェインだと。よりによってそのような名を挙げるとは。ガウェインこそ騎士団の面汚し。あの男に誇りなどあるものか。若い、一つだけ忠告しといてやる。おめえは 物事を自分の方からしか見ておらん。そのような偏った者の見方が
人間の不幸を招くのじゃ。おのれ、くだらぬことを。よさぬか、クロス。ゴンドノビッチ殿、もう一度だけお願いする。こちらの要求を受け入れていただきたい。我らもできる限り頑張った。だがこれ以上は無理なのだ。いいだろう。どちらが不幸になるか思い知るがいい。待てクロス。ドワーフは人間の敵となった。いざ我に続け。逆らう者には容赦するな。こんな時間に。あんたはドワドノビッチ、どうしてここに？っていうか、そんなことよりどうしたんだよ、その格好。そうか、わしの姿を見て驚くということは、お前は何も知らんのか。なんだよ、どういう意味だ。どうもこうもあるか、騎士団が地の谷を侵略した。わしは命からがら逃げ延びてきたのじゃ。え、ちょっと待てよ。騎士団がそんなこと。だって確か団長がドワーフは人間のお友達だって言ってたぜ。へっ友達じゃと？奴隷の間違いではないのか。人間という種族は本当に自分たちの利益しか考えておらん。今までにしてもわしらは荒縄で縛り付けられていたようなものじゃ。今度は鉄の鎖につながれ、無理やり行動を掘らされておる。ジャック、お前に頼みたい。騎士たちを止めてくれ。え、わかった。できる限りやってみる。ありがたい。すぐに支度をしてくれるか。このままでいい。すぐに行こう。それにしてもよく逃げてこられたね。みんなが協力してくれてな、わしを逃がしてくれたのじゃ。わしはガウェンのせがれを訪ね、
力を借りるつもりだったが、こんな時に限って、奴はどこに行っておるのじゃ。俺も団長もいろいろあってさ、もう基地じゃなくなったんだ。なんと、騎士団ももうダメじゃな。まあ、ガオインはその…ん？いや、なんでもない。そうか、なら先を急ぐぞ。ああ、わかってる。侵略が何かの間違いだったらいいんだけど。ならば、ジャック、とくとその目で確かめるのじゃな、騎士団の暴虐非道ぶりをな。あれレナードじゃないか。そっか、本当に騎士団が。これで納得できたじゃろ。それより、なんとか中に入れぬものかな。おいおい、いくらなんでも無茶だよ。ジャック、まだお前は全ての事実を見ておらん。我らがどれだけ虐げられ、ひどい暮らしを強いられているか、その目で確かめてみたくはないのか。おい、落ち着けって。声がでかいって。落ち着きじゃと？捕らえられている仲間たちを前にして落ち着いてなど折れるか。それとも、お前は今さらおじけづいたのか。そうじゃないけどさ、とにかくもう少し様子を見て。お前が何もせんのなら、わしが門を破ってくれる。ま、待てってば。ん？あれは。なんだ？あれれ、あんた以外にも逃げたドワーフがいたとはね。誰じゃ、あいつは。え？わしはあんなやつ見たことがない。見逃してやると言っているのに、あくまで戦うというのだな。くどくど言ってねえで、さっさと来いっつってんじゃん。ならば容赦はしない。じゃあ、押せんだよ。まさに、あの方こそドワーフの救世主。これは一体何事だ。貴様、ドワーフの分際で立てつくか。ドワーフの分際？てめえなんか、たかが人間じゃねえ。何を。
水流は人間の力で倒れた。水流もまた我らの前にひれ伏す。今こそ鍛錬の成果を見せる時、いざ突撃。ということじゃ、地竜が倒されてしまうとは。地竜？あれが竜？地の谷の、いや、ドワーフ族全体の守り神じゃ。人間の無法に怒り、我らのために降臨なされたのじゃろうが、このようなことに。はあ、おいたわしや。おい、どこに行くんだよ。決まっておろう。わしの住処はあの地の谷の中にしかない。でも今戻ったら。そうじゃな、地の谷を守る竜はすでになく、鉱脈は枯れ果て、地の谷は死の谷となるじゃろう。だったら、あいにく骨をうずめるのは故郷と決めておるのでな。わしらドワーフは人間ほど器用には生きられん。ドワドノビッチ、
なんだなんだ。ジャック・ラステルさん、おられますか？はいはいはい、今開けるからちょっと待てって。なんだよ、想像しいな。王国最初、ラークス様より伝言です。今夜、登場していただきたいとのことです。登場？城に来いってこと？よろしくお願いいたします。それでは。お城から呼び出しね。何の用だろう。さてと、そろそろ城に行くかな。って、今日は客が多いな。はいはい、誰すか？ジャック。私だ。え？リドリー？すまないな、ジャック。こんな時間に。まあ、とにかく中に入れよ。ああ。やれやれ、思った通りの家だな。掃除なんかしたこともないんだろう。悪かったな。だいたいお前だって自分で掃除なんかしたこと。リドリー？ん？ああ、すまん。なんだよ。悪口にいつものキレがないな。そうか。うん。いや、変だよ。ジャック、何かあったら、うちに来てくれと言っていたな。ああ、言ったけど。実は、相談があってきた。聞いてくれるか？ああ、任せとけよ。俺が騎士団憲章で一個だけ覚えた言葉。同じ団に属する者は家族ってな。ま、俺はもう騎士じゃないけど。すまない。私のせいだ。だからそのことはもういいって。ま、座れよ。なんだよ。今日は本当におとなしいな、お前。ジャック。なんだよ。私は、騎士団を辞める。え？なんで？城を出ることにした。というより、城を出てきた。ちょっと待てって。城を出てどこに行くつもりなんだよ。テアトルか？いや。花の都だ。ライトエルフの長老、ザイン殿に会いに行く。え？だって、花の都にどうやって入るんだよ。わからない。だがどうしても、私はザイン殿に会わなければならない。どうしてだよ。下手すりゃ殺されるぜ。玉継ぎの儀式のことを、覚えているか？ああ。オークに襲われてお前が死にそうになった時、あの儀式を受けてから私はおかしくなったようだ。自分の体がまるで自分の体じゃないみたいだ。それにアルガンダース、最近流行っているあの伝染病。ああ、人が凶暴になる。その病気も、あの儀式と関係があるかもしれない。
だから待てってば、話が飛びすぎじゃないか。いや、きっと関係があるんだ。そのせいで、私のせいで、ドゲイラ殿は命を落とした。え、ノゲイラさんが死んだ？ノアジャック、私はどうしたらいい？私は自分が恐ろしいのだ。自分がこの先どうなるのかわからない。それがとてもとても怖い。すまなかった、リドリー。もう大丈夫だ。すまなかった。私は行く。おい、リドリー。さよならだ、ジャック。さよならって、おい、リドリー。